奈落門、通った者は目をつむれ。メデューサゲットで石にならぬよう。やってきました奈落門。今回のキャラクター編成、1番猫握り、2番猫クリーナー、3番大五郎、4番カイ、5番ビグラー。上の段はみんなコンボに絡んでいます。6番クリスタルチビガウガウ、7番ネコカンカン、8番暗黒城、9番前田刑事、10番デスハーデスとなっております。では奈落門、極楽浄土、超激ムズへ、いざ出陣。コンボ豚丼、キャラクターの体力アップ、浮気調査、研究力アップ、ゴーイングストーンズ、キャラクターの体力アップ。ガウガウが行きましたよ、ゆっくりと。猫ボンもスニャイパーもありません。まずはちょっとね、時間を稼ぎつつお金を増やしたいと思います。ブラッコリぐらいまでだったら暗黒城でなんとかなると思います。前田刑事来ました。今回ね、にゃんこ砲はキャノンブレイク砲を使ってます。デスハーデス出陣。ちょっとね、近づいてくるとね、城をやられる危険が出てくるので、にゃんこ砲溜まったらキャノンブレイク砲でちょっとどつくようにしてます。前田刑事2人目出ました。もうね、時間が経つとまたね、黒あんことブラッコリーが出てくるので、ずっとこの繰り返しですね。このね、今回のこのボスキャラの名前の読み方が分かりません。アガメが王なのかオカメでいいのかな、分かんないんだよね。このボスは赤と黒だけど浮いてはいないんですかね。なんか浮いているっていう風にはなってないから、でもお金が貯まったら貝を出してみたりしています。10分ぐらい経ちました。やったやった、消えた。あとはちょっとね、城に向かいましょう。勝ちました、奈落門獲得。メデューサは、メデューサ何回か戦いに行ってゲットしました。目は開けても大丈夫なんでしょうか。メデューサの呪いここではかかりませんか。大丈夫ですか。猫メデューサ、あ、猫になった時にその呪いはもうなくなってんのかな。猫メデューサ、個性的な髪型が自慢のキャラクター。髪の毛の重さはヘビ級。たまに古代種の動きを一瞬止める。遠方範囲攻撃。ああ、やっぱり一瞬石にしちゃうんだね。猫メデューサ、これからね、育てていきたいと思ってます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメントとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。